こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、オーストラリアアマゾンなら、しばらく儲かるけど、まあ、本来アマゾンの仕組み的に儲けにくい商品、まあこれについてお話します。まあ、US アマゾンでね、えー、販売する商品を探すときの、まあ、参考に、それと、まあ、オーストラリアアマゾン始まったときはね、えー、まあ大体どんな商品でも、まあ、売れるんで、まあ、その専門店を作りたいとか、ネットショップを作りたい場合にね、 逆にアマゾンで売ってしばらく経ったら、えー、独自ショップに移行するというような時なら、まあ、使えるかなというような、えー、商品についてご紹介しますまずこれねこのこのねサイトもどうだろうと思うんですけどこれ、えー、ボストフという、まあ、ドイツの、えー、包丁メーカーのサイトですね、えー、こだわりの高級包丁 これはア,アマゾンで販売するのには向かないとで。なぜかというとですね、これ高いんですね。えーまあ、高級包丁で、まあ、実際にいいんですけど、えー、高いと、ねで。アマゾンの場合はね、こう、安い商品、これそれぞれね、えー、同じ8個セットの包丁が、片や96ドル、で片や189ドル、で えー、ボストフは399ドルというような値段構成になっています。そうするとね、やっぱり今のアメリカのアマゾンだと、まあ、当然この安いのを買う人が多いというような、えー、市場になっていますで。これ、アマゾンがね、えー、購入者がカタログを見るのは主に以下の3つのルールと。まず、型番検索、ね。これは高級品でもライバルが少ないうちは儲かれます。まあ、しかし、型番で分かるので、 仕入れが難しい商品でないとライバルが参入してくると。でライバル参入していくとね、後から入った人が、まあ、売るために一番簡単な方法は、あるいは Amazon の場合ね、まあ、その方法しかないんですけど、もう値段を下げるという形になっちゃうんで、えー、安い商品はね、値下がりにも限度がありますけど、まあ、高い商品はどうしてもね、安く売ってる類似品に引っ張られやすいと。 アマゾンのように何でも売ってるサイトだとその特色がね、えー、なおさら強く出ますんで、まあ、値段が落ちやすいと、ね。高いんだけど、ね、利幅が取りにくい。そういうことになりやすいです。で現に今、アメリカ、アマゾンだともうそういう状態。まあ、日本だとロ、えーに、そんな感じですね。でそれから、キーワード検索で来、えー、ると。この場合ね、えー、このボストフというキーワードで検索する人は、 ま、どっちかって言ったら一番の型番検索に近いんですけど、まあ、そうじゃなくてね、えー、包丁8個セットとかね、えー、切れる包丁ぐらいの、え、キーワードで検索すると、まあ、安い商品がずらっと並ぶと。まあ、その安い商品ね、それぞれ100ドル、200ドル、400ドルとあったときに、なぜこの包丁がね、400ドルだけどいいのかというのはね、やっぱりカタログをパッと見たんだとわかんないんで、え、それはかなり、えー、アマゾン買う人にとっては、 まあ、訴求しにくいと。ね。買いたいなという気持ちさせるのは難しいと。それから3番目で Amazon のリコメンド機能。何かを見たからとか、あるいは過去の買い物からとか。まあ、これはね、もう本当に高度な仕組みで進めてくる商品があります。ただ、これを見た商品はこれを掲示するとね、買う確率が高いというのをね、進めてますんで、例えば、 高級品を買う人が多ければ、ね、高級品を100回見せてね、10回買ったと。で、普及品はね、100回見せて5回買ったと。なったら高級品が表示されますけど、えー、まあ、高級品がね、100回見せて2回買われたと。で、普及品が100回見せて10回買われたと。いった場合にはね、もう普及品が表示されます。そうするとね、やっぱり、えー、見せたのに買われないという商品はね、このリコメンド機能に乗ってくる可能性が非常に下がってると。で、 US Amazon もね、始まりたてのえ4年前とか5年前はね、結構え資金的にも余裕ある人が結構買ってたしね、なかなかない高級品を買うのに使ってたというのもありまして、高いものよく売れたんですけど、どん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 利用者が増えてくるとね、まあアメリカ、アメリカ国民っていうのはね、基本的にあまりお金ないんで、一部の大金持ち以外はね、あんまお金に余裕がある人がいないんでですね、やっぱりえ安い、 商品で、まあ、オーストラリアの場合ね、まあ、オーストラリアの場合ってか、始まった時はどこももう、珍しいもんにすぐ飛びつくのはね、えー、割と買い物好きな人が多いんで、まあ、買い物好きな人はね、普通の人、ものは一通り持ってると。でね、変わったものとかこだわりが欲しいというので、高いものも売れるんで、まあ、スタートしてね、えー、しばらく購入者のね、パイが広がるまでは、 高い商品でも売れると。だけど、どん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 利用者が増えることに、えー、高いこだわりの商品っていうのは売れにくくなっていくというようなね、えー、傾向があります。まあ、そんなわけで、この1のルート、片番のルートはね、えー、もう、えー、なんで、ね、片番で検索するわけですから、その商品がね、いくらかなって見てるんでね、これはもうあの、この商品がどうのこうのという説明はいらないですね。造林源がどうのこうのとかいう説明はいらないんで、まあ、 えー、他にライバルがいなかったり、ね、あるいは値段で勝てば売れると。ただし、キーワード検索、ね、キーワード検索で売るには、まあ、アマゾンの場合ね、えー、どんな違いがあってその商品が高いのかとか、えー、そういうのを説明するのは向いてないんで、やっぱ売れにくいと。で、キーワード検索の人がね、普通は多いわけなんでね、で、それを元にリコメンド機能してると。で、リコメンド機能に、えー、乗っかってこないと、やっぱあんまり売れないと。 あんまり売れないライバルがいるんだったら全然儲かんないというようなことになっちゃいます。まあ、そんなわけで、アマゾンに、ね、向いてる商品っていうのは基本的にカタログを見て、えー、どのように使う商品か、ね、あるいはどんな違いがあるのか、このその商品はね、えー。そういう説明が、えー、不要か、あるいはカタログをパッと見てね、わ、えー、かる商品が売れます。まあ、そんなところで、えー、商品探しの 時にねえー、この商品は何に使うんですかというのでね、カタログ見て分かんなくて説明が必要なものについては、えー、やっぱ売れにくいというのをね、えー、販売する商品の探し方として覚えておいてください。また、ね、これは結構ね、えー、微妙というか、さじ加減が難しいというか。 で、またね、え、US アマゾンで売れないからといって、え、au アマゾンでね、始まったばっかりでね、全然出さないっていうのももったいないんで、え、au アマゾンが始まった後のこの商品探しと、今 US アマゾンで儲かる商品探しっていうのはね、え、ガラッと変わりますっていうのもね、US アマゾンも昔は儲かった商品で今全然ダメっていうのはたくさんありますんで、え、その辺のさじ加減が、え、逆にあの、US アマゾンの経験がある人ほどね、 えー、なん,ていうんですかね、儲けになった儲かる商品を見送っちゃうともったいないんで、えー、それを、えー、理解というか思い出しながら、ね、昔 US Amazon で儲かったの、これ、AU Amazon だと儲かるんじゃないかなというような形でね、AU Amazon 始まったら取り組んでいただきたいと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。